ジョルダン曲線定理のイメージ。黒で描かれたジョルダン曲線は平面を内側と外側に分割する。位相置科学においてジョルダン曲線定理あるいはジョルダンの平曲線定理とは平面に置かれた自己交差を持たないどんな平曲線も平面を内側と外側に分けるということを述べた定理。数学的に正確に述べると以下のような内容である。C を平面。 r 二乗の単純平曲線とする。この時 C の像の補集合は二つの互いに元な連結成分からなり、一方の成分は内部と呼ばれる有界領域であり、他方の成分は外部と呼ばれる非有界領域となる。また C は両成分の境界をなす。ジョルダン曲線定理の内容は直感的には明らかなことのように思われるが、実際に証明をするのは、 非常に困難なものであった。ベルナルド・ボルツァーノにより証明の先弁が付けられてから、定理名の由来ともなる、カミリュ・ジョルダンを含む、数人の数学者の手を経て、最終的に完全な証明は、オズワルド・ベブレンの手によって1905年に与えられた。2005年には証明検証システムマイザールによる、厳密な検証が行われている。 ジョルダン曲線定理は高次元への拡張版が存在する。X を N 次元球面 SN から N1 次元ユークリット空間 RN1 への単車連続写像とする。この時、X の像の補修号は2つの互いに元な連結成分からなり、2つの連結成分の一方は誘拐で他方は非誘拐で、X は両成分の共通の境界である。 ジョルダン曲線定理には、ジョルダン・シェーン・フリースの定理と呼ばれる一般化も存在する。これは、平面上のいかなるジョルダン曲線も、平面上の同照射像に拡張可能であるというものである。これは、ジョルダン曲線定理よりも、非常に強い内容である。この定理の高次元版は偽であり、よく知られた判例として、アレクサンダーの角付き球面がある。 角付き球面の補修号の比喩解成分は単連結ではなく、そのため各球面の写像を R3 の全体にまで拡張することはできない。ありがとうございます。